こんにちは。サンドのささよりヒーローが好き、特撮女子のパンナです。今回は特撮の秀逸なあだ名特集の第13弾ということで、引き続き特撮のキャラやアイテムなどに関する有名なあだ名、通称の数々をサクッと紹介してみたいと思います。それでは、行ってみましょう。グンダリ無駄遣いおじさん。近年の特撮界隈では、従来なら若手キャストが担っていたような役回りを30代以上のイケてるおじさんが務めるケースが増えており、それに伴って〇〇おじさんというあだ名のパターンも一般化しています。その走りといえるのが、仮面ライダーゴーストに登場したグンダリ無駄遣いおじさんことジャベルですね。ガンマ世界の上級軍人の一人とおぼしき彼は、本作の第一クールにおいて、アラン様に付き従う形で人間世界に現れ、自らガンマスペリオルに変身したり、巨大な怪物グンダリを呼び出すなどして、タケルやマコトたちを苦しめましたが、このグンダリの召喚が独断専行だった上、それをあっさり倒されてしまったことから、アラン様から、グンダリを無駄にした罪は重いぞ、とか、グンダリを勝手に使って無駄にしたお前にも、制裁を加える必要がある、などとしつこく叱責される羽目になり、これを面白がった視聴者の間で、いつしかグンダリ無駄遣いおじさんというとんでもないあだ名が定着してしまったわけでした。これね、そもそもグンダリの無駄遣いに関するアラン様の態度が特撮的じゃないというか、シナリオのセンスが微妙にずれてる感じで、まずそこがシュールなんですよね。グンダリを倒すとはライダー恐るべしだったら普通なんですが、アラン様も無駄遣いおじさんもグンダリを撃破されたという事実自体よりも明らかに貴重な戦力資源を無駄遣いしてしまったという観点で話してるんですよ。グンダリがガンマ世界でどれだけ貴重なのか知りませんが、特撮の悪役が戦況を語る上でせせこましくコストの話をしている時点で普通じゃないですし、まして州をまたいでも部下の無駄遣いを複数回にわたって叱り続けるとか、もう特撮パロディのギャグ漫画とかでやることですよね。サンレッドのバンプ様が、もうグンダリの派遣もただじゃないんだからね、とか言ってるのと会話の次元が同じなんですよ。それをこの時点ではクールな幹部キャラだったアラン様が至極真面目な顔と口調で言っているシュールさこそが、このネタが受けた最大の要因でしょう。なお、グンダリ無駄遣いおじさんはその後第15話でも懲りずにグンダリを呼び出し、自ら融合してスペクターと戦うものの、あっさり撃破され、またも無駄遣いを重ねていました。でもこのグンダリ、後に描写されたガンマ世界では普通に空を飛び回ってるんですよね。アラン様、気にしすぎなのでは？まあ、野良グンダリはいくらでもいるけど、戦闘用に調教した個体は貴重ということかもしれませんが。ちなみに、このグンダリ無駄遣いおじさんというあだ名は、劇レンジャーの劇チョッパー、必殺剣役でも知られる、演者の総太郎さんにも、放送当時から認知されており、キャストブログでも言及されていたり、アラン様役の磯村隼人さんも、身内との会話で使っていたそうです。最終回で、暗記も暗記も、じゃない、グンダリグンダリと叫びながら、寺の雑巾金掛けをするグンダリおじさんの姿はもう完全に公式が病気の域でしたね。そしてこのネーミングパターンを踏襲する形で、続くエグゼイドの絶版おじさんや、以前大人なシーンの動画で取り上げたビルドのホテルおじさん、さらに最近でもリバイスの変身失敗おじさんや風林火山おじさんなど、〇〇おじさんのあだ名を持つネタキャラがたびたび爆誕しては現在に至っています。今後も特撮界でおじさんブームは続きそうですから、また変なおじさんの登場に期待したいですね。ゴー兄さん、せっかくメンチカツお兄さんの話題が出たので、引き続き劇レンジャーの話ですが、本作に登場する劇バイオレット深見ゴーといえば、作中で弟の列からゴー兄さんと呼ばれていたため、放送当時からネットではゴー兄さんと数字で表記されるのが定番となっていました。これ自体は何のことはない単なる表記ネタの一つであり、ゴー兄さん自身も口癖の参ったぜくらいしかネタ要素はないので、特に話の広げようもないのですが、あえて特筆すべきことといえば、この劇レンジャーの翌年には数字系のあだ名の後継者にして平成ライダー屈指のネタキャラの一人である仮面ライダー牙のナゴさんが誕生していることですね。ナゴさんのナゴさんという表記は視聴者が勝手に始めたことではなく、実はイクサリオンの設定の時点で最高時速 753km というネタが仕込まれているので、制作サイドにおいてナゴさんを
ラゴさんと表記することは当初から想定済みだったはずですが、その発想の元となったのは523の523表記だったのかもしれません。つまりネットの誰かが523を523と表記することを始めたからこそ、ラゴさんというキャラも誕生し得たのかもしれませんね。なんてこった。なお数字ネタの系譜としてはオーズの後藤さんも有名ですが、それ以降は例えばダンクロとクーロートと表記するような試みが一部で提唱されることはあっても、あだ名として定着するには至っていないようです。やはり523や名護さんの系譜を継ぐにはナチュラルに〇〇さんと呼びたくなるキャラであることが重要であり、かつ数字で書ける呼び名となると対象はかなり限られてくるということですね。矢車さんとか乳母さんとかは数字で書きようがないですから。ああ、そういえばちょっと違いますが、ザヨゴサーヨーコと書くのもあったな。やはりそういうことか。空飛ぶ炊飯器、以前紹介した郵便ポストと冷蔵庫や駅弁売りのようにメカの独特な形状に由来するあだ名も特撮ジャンルでは枚挙にいとまがありませんが、マジでそれにしか見えないことで有名なのがこちらの空飛ぶ炊飯器ことスーパー X。 これは1984年版ゴジラに登場する陸上自衛隊の首都防衛艦であり、対ビオランテに登場した後継機のスーパー X2、 対デストロイヤに登場したスーパー X3 ともども平成ゴジラシリーズを代表する架空兵器として知られていますが、見てくださいこの初代スーパー X の形状、これはどう見ても炊飯器ですよね。チタン合金加工、カドミウム温熱効果で極上ふっくら炊きみたいな。何を思ってこのデザインにしたんだろうとまで言うとマニアには怒られるかもしれませんが、いやーでもフラッシュマンの冷蔵庫やシャリバンの駅弁売りは変形ギミックの都合上やむなくこの形状になっていると思われるのに対し、このスーパー X は作中的にもメタ的にもこの形状にしなければならない理由がないんですよ。従来兵器とは異なる原理で飛行する近未来メカというコンセプトから宇宙人の円盤などのイメージを取り入れてこのデザインになったのだとは思いますが、でも公開当時のパンフレットにはこのスーパー X 現代の技術で建造可能とか書いてあったらしいんですよ。さすがにそれは嘘だろう。この形の構造物を作ること自体は可能でも飛ばすのは無理ですよね。なおこの空飛ぶ炊飯器のあだ名を踏襲して後継機のスーパー X2 は空飛ぶアイロン、スーパー X3 は空飛ぶ冷蔵庫などと呼ばれています。なんか家電を飛ばすのが流行ってたんですかね。あー、身近なアイテムを兵器に転用するという点ではこの炊飯器やアイロンこそがかの無人在来線爆弾のご先祖様だったのかもしれないですね。いや冗談ですけど。ということで今回は特撮の秀逸なあだ名特集の第13弾をお送りしました。この動画も好評であれば今後もさらに続けていきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしいネタのリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮女子パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているのでこちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮女子のパンナでした。